じゃあお話が中途半端になっちゃうから一気にストーリー見ようかな。某日新エリートヤヌスク六分街。お、また一つ厳粛な談話が秘密裏に行われていた。その密談は食欲そそるスープの香りとともに。お、大将、今夜いつもの場所で遅れないように。はい。おい、そんな目で見るなよ。言ったのは依頼人だ。わかりました。正直だね。おう、ちゃんと伝えたぞ。正直聞きたいことは山ほどあるが、依頼が確信に迫るまでは避けとくべき。なんせ俺の情報網は今も同業者から狂ったように攻撃される大丈夫なの？お気に入りのプロ棋士に火の粉がかかるのは本望じゃない。まあうまくいくよう祈ってるよ。優しいね、やっぱこの人。ラーメンを食べないならよそで話し合ってくれないか。あ、これ食べてないの？それはまずいよ。なんか食べなさいよ。その夜、六分街のとある一角にて、向かいの路地で11号に会おう。あ、向こうの方にいんの？いつもの場所って言っていながら、いつもの場所じゃないんだけど。このヤンキーみたいな人は何なの？あ、酔っ払いか。11号ちゃん、来たよ。猫好きなんかな？こんばんは、プロ騎士。はい。35秒の遅刻よ。あ、ごめんなさい。17.5 回の片手腕立て伏せは一旦保留するとして。出た、0.5。今回は、状況が変わったことを知らせに来た。え、何？どうしたの？変わった？状況？何が変わったの？野倉さんから、新たな条件が提示されたの。うん。私は、彼と反乱軍の支援なしに、一人で任務を遂行することになる。一人で？伝説のプロ騎士を引き合いに出したのがアダになった。パエトーンがいるのなら、わざわざ彼の勢力を動員するリスクを犯す必要はないということみたいね。ああ、なるほど。ちょっと待ってくれ。それでうまくいけばまだしも、万が一失敗したらどうするんだい？あ、どうすんだろう。おっしゃる通りです。ひとたび捕まってしまえば、裏切り者のそしりを受けるのは11号の方です。だよね。どうするつもりなんだろう。マスター、依頼人には予測可能なリスクを見積もっておくことを推奨すべきです。うん、そうだね。プロとして言うけど、もう一度よく考えた方がいいよ。私はその条件を飲むことにした。どうして？失敗しないのでってこと？ドクター X？ OK しちゃったの？なして。これは熟慮を重ねた結果よ。反乱軍内部は未だに私を警戒している。うん。ここで退いて、あえて疑われる材料を増やす必要はないわ。それに、人間の犯す罪の中で裏切りだけは決して許されてはならないの。うん。裏切り者を見つけ出し、正義を守るためなら、私は進んでリスクを犯す。自己犠牲が過ぎないか？それはそれで大丈夫なの？手を汚すことになる。手を汚すことになるんだから、心構えはしといた方がいいよ。うん。ええ、覚悟はできている。よし、フォローに入り11号の正体を隠しつつ任務をこなす。頑張れるかな。まあでも頑張らないとまずいもんな。なんかいるわ。11号によると、うん、防衛軍内部においてこの武器の試験情報は極秘扱いとなっています。はい。モグラさんの階級では本来知り得ない情報です。新エリート最強の人工知能のマスターでもない彼が、うん、それを知っているのはなぜでしょうか？え、なんでだろう。こんな情報まで知っているなんてモグラさんただものじゃない。もしここでバレたら。慎重に行こうね。戦うか。機械が一気に道を塞いでいた。見たところ軍用。11号が被るリスクを最小限にするためにも、ここはさっさと片付けてしまうのが一番だ。じゃあ戦おう。よし、頑張ろうね、11号ちゃん。11号ちゃん、肌が全然見えてないのにさ、肩と脇だけ見えてるのいいね。収束ローダー。全く面倒。面倒だね。本体ユニットのドローンを飛ばす。はいはいはい。あ、違う違う違う。攻撃を。よし、火力準備。そんなに痛くしないから。いいぞいいぞ。いけいけいけ。さ
叩け叩け。来たよ。フォローの中、凶暴なエーテリアスの群れが、不幸な犠牲者を探して徘徊している。しかし、11号の極めて効率的な作戦行動により、転入のリスクは最小限に抑えられた。そして今、ターゲットの所在地が目と鼻の先に迫ったのだった。止まって、目的地に到達した。うん。スパイが要求した武装の資料はここにある。それらしいものは何にも見えないけど？ここの、どこ？うん、どれどれ？それっぽいのは見えないけど。ええ、それでいいわ。え、どういうこと？軍人の少女は少しだけ腰をかがめて、隣にいる小さな案内人を凝視した。ゴーグルの下の真剣な眼差しが、ボンプとの感覚同期を通して視覚に訴える。反乱軍が欲している武装の資料というのは、防衛軍が極秘にしている実験兵器にまつわるデータよ。うん。兵器の本体は、事故による破損が原因で、このホローに取り残されている。たとえ破損した機体でも、最高機密であることに変わりはない。うん。あなたのような部外者に見られた場合、機密漏洩対策として24時間365日こちらの監視下に置かないといけない。ああ、そういうことか。絶対に見ないでおこう。そこまで言われちゃ見るわけにはいかないね。うん。あなたは私の協力者だから極力見せたくないの。あ、優しい機密と距離を置くことは、うん、あなた自身を守ることにつながるわ。そっかそっか、ありがとね。あとは私が遂行する。しばらくここで待っていて。わかったよ。それと来た道とは別で、ここからホローを脱出するルートを検索しておいてくれると助かるわ。指示を残すと11号は振り向くことなく駆け足で離れていった。彼女がここまで慎重になるなんて、あのモグラさん、よっぽど危うい代物を要求したようだ。うん。しかしどうして11号は他の脱出ルートが必要なんだ。わかんない。来た道を戻った方が早いだろうに。なんか待ち構えてんのかな。予備の脱出ルートを検索中。該当ホローエリア内に侵食を受けた知能機械が大量に存在するため、うん、無効なデータの比率が標準値を上回っています。よって精密測定に通常より多くの時間を所要します。そっかそっか、時間かかんだ。フェアリーでも依頼人が戻ってきた。バックグラウンドで処理してくれ、フェアリー。次の瞬間、ボンプのそばに軍人の少女が俊敏な動きで駆け寄った。伏せて、耳を塞ぐのよ。なになに、言う通りにしよっか、怖いし。塞いだよ。3、2、1。おお、爆発してる。幸い11号の指示に従ったボンプは耳を塞いでいた。巨大な爆発音も同期している聴覚に影響を及ぼさなかった。軍人の少女は満足そうにうなずいた。反応が早いわね。指示に従うことができる兵士は戦場でも生きながらえるわ。うん。実験兵器は侵食されていたけど、まだ制御を失うほどではなかったわ。そっかそっか。だから私が機密データを取得したのを検知して、自ら路角対策機能をアクティベート。自爆した。自爆とかすんだ。彼は忠実に責務を全うしたというわけ。防衛軍の武装として恥じるところのない優秀な兵士だったわ。兵士の遺言にしては派手だったね。うん、結構でもデカめの音が鳴ったけどよかったのかな。兵士の遺言にしてはちょっと派手だったね。敵を引き寄せちゃったらどうしよう。どうすんだ。気がかりなのは敵だけじゃないわ。私が所属する部隊は実験兵器の後始末を任されている。うん、もし隊員の誰かが爆発の音を聞きつけて引き返す私たちと遭遇してしまったら、私の忠誠を疑われる事態にも発展しかねない。そっかそっか。理解できないかもしれないけど、軍人にとっては忠誠が全てなの。忠誠心ね。これがあなたに他の脱出ルートをお願いした理由よ。そっか、戻ると見つかっちゃうからってことね。このような場面を知り合いに目撃されるのは極力避けておきたいわ。そうだね、避けられるならね。それで他のルートは見つかった？え、どうだろう、フェアリー。否定、精密測定の進捗 61.35%。 うん、言い換えれば全体の
およそ6割程度であればガイドが可能です。6割か。何か返事しとこう。ルートは探しながら行こう。よかった。では出発しましょう。出発しよっか。よし。注意、該当位置から作動中の軍用通信ビーコンを検知。防衛軍が残したものと思われます。あ、防衛軍？防衛軍通信ネットワークのデータを用いて精密測定の効率を向上し、ホロー脱出ルートをより早く見つけることが可能。提案、あらゆる手段を使って該当位置に到達することを推奨。あらゆる手段を使って。慎重な行動の末、一行フェアリーが示した位置に着いた。予想通り、ここには小型の軍用通信装置が設置されていた。前回の任務でモグラが渡してきた発信機と少し似ている。これは防衛軍の通信ビーコン。うん、これ使ってみたいんだけど。その通りだよ。うん、ちょっと借りていい？いいかな。何をするつもり？簡単にフェアリーの意図を説明した。つまり、ホローからの脱出ルートを検索する際の補助として、うん、防衛軍の通信ビーコンを利用すると。構わない、本当に有効なら使うといいわ。あ、いいの？物分かりいいね。でも11号ちゃん、本当にいいの？通信ネットワークのデータは機密性の高いものよ。防衛軍はそれらを頻繁に削除更新している。この通信ビーコンの中身もずっと以前に無効になったデータのはずだわ。そっか。本物のパエトーンなら解析して何らかの機密への足がかりにしてしまうかもしれないけど。ああ、そっか、違うって思ってるからね。あくまで本物の話だから、うん、その心配はない。そうだね。気を落とさないで。それらを利用してルートを検索できるだけでも私の予想を上回っているわ。あ、そうなんだ。11号は提案を快諾し、あろうことが彼女が知る限りの最新の接続コードすら教えてくれた。なんだか複雑な気持ちだな。まあいいじゃん、いいじゃん。僕たちを慰めてくれたのかも。甘く見られた気もするけど。いいでしょ、もう。フェアリーへの挑発と認識。こらこら。立ちます。防衛軍総司令のスマートフォンのパスワードをも解読してみせましょう。危ないことするなよ。ほら、張り合ってないで。うん、脱出ルートの測定を済ませてしまおう。先にルートしてよ。通信ネットワークのデータを照合中、うん、余剰データを排除、有用な情報を抽出。フォローの新しい出口を特定しました。意外と来れた、すぐ。はい、よし、ゴールまでたどり着いたぞ。なんだ。前方に自立補助ユニット、重装ストライカー。かっけえこいつ。エーテルシールドは生半可な攻撃なら弾いてしまう。おお、裏から行かないと。わかりました。よし、どうだ。行け。そんなに強くなかったかも。どうやら私の正体は隠し通せたみたい。よかったよかった。あなたのおかげね、ブラッドレッドメロディーズ。いや、全然違うんだけど名前。変な肩書きばっかりつけないでほしいな。うん。いつか名刺を作るときスペースが足りなくなりそうだ。ジュゲムみたいになるよ。その手を汚しちゃったわけだけど。その、うん、手を汚しちゃったわけだけど平気？大丈夫なのかな。人は手の汚れる仕事をするとき手袋をつけるでしょう。うん、いわば私は防衛軍にとっての手袋に過ぎない。それが汚れたところで大したことではない。いやいやいや、11号ちゃんが大丈夫かって聞いてんだよ。軍がどうとかじゃなくて、あんたの気持ちはどうなのね。私は大したことないとは思わないけど。そうだよ。あんたの気持ちはどうなるの？裏切りは吐き気を催すほどの邪悪だけど、うん、この状況においてはその苦難を忍ぶこと自体が何より忠誠の証になる。どんなに汚れをかぶったとしても私は本物の裏切りには染まらない。うん、これがあなたの聞きたかったことかはわからないけど、まあ本心としては裏切ってはないからってことね。その裏切るような行動は取ってはいるけどってことか。あ、お兄ちゃん、ただいま。おかえり。
11号の正体がバレなかったのは君のおかげだよ。そうかな。僕も11号がひどい目に遭うのは見たくない。だよね、私も見たくないわ。ただ、彼女たまに危険な香りがするし、いつまでも僕たちの名前を間違えるけれど。そうね。ラーメンが好きなのはいいセンスだ。きっと悪い人じゃないんだろう。ラーメンは美味しいからな。わかるよ。そんな理由で？そんな顔してるけど、リンダってあの人が嫌いなわけじゃないだろう。そうね、好きだよ、どっちかっていうと。わかったよ、このくらいにしておく。あんなに助けてあげたんだ。僕たちの名前そろそろ間違えずに呼んでくれてもいいんじゃない？なんて名前だったっけ？私も忘れちゃったんだけど。僕に聞かれても。ひょっとして赤は？偽名だと無意識に頭でわかっているから覚えられないんじゃないだろうか。ああ、覚える気がないのかも、もしかしたら。ということは11号もこれが偽名だと嘘気づいてわざと間違えてる。うん。飛躍した発想だけれど、もし本当にそんな鋭い直感があるなら、宝くじを買いに行くよう提案しよう。数字が選べるタイプのね。当てそう、高額を。とにかく次の連絡が来るまでのんびりしてなよ。あ、わかった。休憩するか。じゃあ、最後の秘話を読みましょうかね。どうなるんだろう、こっから。11号と再び手を組んだ？後の某日。新エリートヤヌスク16分街ビデオ屋。おお、羊飼いさん。さすがは俺のお得意さん。その腕を見込んだだけのことある。こんなお客さんがいっぱいいる中で喋んないでよ。よくやってくれた。エラーにも5万円つ？依頼達成まであとちょい。悪いんだけど早くしてくんない？後ろ結構列になってんだけど。ちょっと後回しでいい？それ。お会計も忘れずに。おっと、そりゃそうだ。それじゃあいつもの場所で。はい。それにしても変わらず、いつもの場所ってのは警戒してんだか、そうじゃないんだか。確かに。その日の夜、六分街のとある一角にて。よいしょ。あれ？いなくない？猫ちゃんしかいないよ。クロちゃん。依頼人がまだ来ない？大丈夫かな？なんかあったとかか？どれくらい経っただろう。背後から突然11号の声がした。今夜、行動を開始する。うん。あのスパイが、反乱軍のリーダーとの面会をセッティングしてくれたわ。おう。あなたは私をホロー内の指定位置までガイドするだけでいい。わかったよ。軍の包囲はもう完了してるの？わかった。軍の包囲はもう完了してるの？民間人が心配する必要はないわ。聞いてくるなってことか。防衛軍の秘密裏に精鋭部隊を派遣した、うん、反乱軍に逃げ道なんてない。では始めましょう。ああ、じゃあモグラさんももう終わりか。それと見直したわ。え、何が？何のこと？何を？何かいいことでもあったの？今夜は遅刻しなかった。ああ、早めに来たからね。あ、今笑った？あ、笑った？時間通りに私に会えてそんなに嬉しかった？そんなに驚くことでもないでしょ。私を喜ばせることはたくさんあるわ。戦績、少子、裏切り者の血、激辛ラーメン、それと物騒なもんが入ってる。肩を並べて戦い続けられる戦友、うん、仲間思いなんだ。これからもよろしく、クリムゾンワイズハーミット。あ、覚えてくれてる。これだよね。クリムゾンアイズハーミットが確か正しい名前だわ。ただし、うん、嘘や言い逃れで私の信頼を裏切らないこと。あなたをこの手にかけることはしたくないわ。いや、私もやられたくないよ。フォローに入って反乱軍のリーダーに会う。オッケー、頑張ろっか。おう、一直線だね。裏切り者との面会場所はこの先よ。うん。っていうか、本編のさ、ストーリーの方で11号ちゃんには会えないの？警告、未知の脅威を探知。え、なに？怖っ、道が？うわ、クソ強えじゃねえか、なにこれ。状況は正常ではないよね。うん。プロ騎士、気をつけて。明らかにやばいな。でもこれ行かないと、もう行けるとこないしな。行くか。モグラさん、パエトーンのガイドのもとお約束の場所に着きました。しかしキデイラのリーダーの姿はありません。これはめられたんじゃないの？それに尋常ではない兵士の数、これは一体
すまんな軍人さん、別に何か面白くて笑ったわけじゃないんだ。じゃあなんで笑ったんだよ。どうにもこの怒りを言葉にできなくてね。よくも俺を騙してくれたな。貴様は俺がパエトーンに抱く敬意を利用し、この純粋な心を踏みにじった。あ、バレたのか。落ち着いてください、モグラさん。何をおっしゃっているのですか。シラを切るな。貴様らの魂胆は最初から見抜いていた。すっごい怒ってるわ。クリムゾンアイズハーミットという名に聞き覚えがあるはずだ。うんうん、全く知らないけど。全然。ほう、それはあの卑怯な羊飼いの情報網がとっくに同業者の手に落ちていると知っての言葉か。おい羊飼いさん。まあ情報屋同士のいざこざに興味はない。貴様らはこれだけ知ればいい。ここが貴様らの墓場となることをな。でも本当にパエトーンなんだけど、モグラさん。アンラン軍は徐々に包囲網を狭めてきた。しかし11号はまるで凍りついたかのように微動だにしない。彼女のわずかな吐息だけが時折マスクをかすめ、頬にかかる髪をわずかに揺らしている。網なくして淵に臨むべからず。地の底に身を潜める生き物に、軍人のあり方はわからないでしょうね。何？煽られてる。先手を打ったつもりでしょうけど、行動を起こしているのはあなたたちだけではないわ。うん。防衛軍の精鋭部隊がすでにこちらへ向かっている。直ちに武器を捨てて防衛軍に降伏せよ。さもないと防衛軍の栄光のため犠牲になってもらう。そうだそうだ。トリガー、現在地を報告せよ。ノイズが。え、なかなかためになるお言葉だったが、無駄なあがきだ軍人さん。いや、ペテンシどもめ、このジャミングのパターンに覚えがあるだろう。何せこれは貴様ら防衛軍の設備だからな。あら、やられてる。そうだ、あの時貴様が自ら仕掛けた盗聴機能付き発信機だぞ。貴様は装置から発信された情報を記録すべくわざわざ小細工をしていたな。俺があらかじめ内部の構造をいじっていたとはつゆ知らず。今このホロー内で通信が可能なのは特殊な周波数変調方式を用いている我が反乱軍のみ。貴様の大事な戦友たちは今頃頭のないハエのごとく路頭に迷っているだろうな。でもうちらは大丈夫なんだよね、そのフェアリーとか。もっともそう長くは待たせないさ。貴様の血が乾く前にこちらから迎えに行ってやる。裏切り者め。妄想も甚だしい。ここは私に任せて、彼らを足止めして時間を稼ぐ。偽りであることは百も承知だけど。うん。パエトーン、戦友を、私たちを助けて。わかったよ。私が足止めする。うん。あなたは逃げて。オッケー。急ぐぞ。撤退ルートを大至急計算中。どう？逃がすか！あのボスを捕まえろ。追ってくる。僕たちを見くびってもらっては困るな。うん、さあ行こう。撤退ルートを大至急計算中。敵軍による追跡信号のロストを検知。うん。依頼人が置かれている困難な状況を鑑み、一刻も早く彼女の所属する防衛軍小隊と連絡を取ることを推奨します。はいはい、連絡ね。連絡してみよっか。連絡に関しては心配ご無用です。あなた様の全能なる助手はすでに近くの防衛軍連絡所の位置を特定しました。オッケー、そこに行けばいいんだ。どこどこか。そこへたどり着けば、分かった。いかようにも対策を練れるでしょう。理解。これでゴールに行けんじゃない。よっしゃ、これた。暗号化されたファイルを逆コンパイル中。うん。11号個人の電話番号を発見。
万一のために保存しておきます。うん、なんとか連絡所にたどり着いた。食べ終わったアンパンの袋やゲームのカードがテーブルの上に散らばっており、ついさっきまで人がいたような痕跡がある。よし、じゃあ起動しよっか。受信装置起動。ダメだ、確かに連絡所からは全ての秘匿回線にアクセスできる。だけど今は通信ネットが妨害信号だらけで信号受信できないようだ。マジ？提案、防衛軍の通信プロトコルを切り新しい通信ネットを立ち上げることを推奨。そんなことできんの？フェアリー、直近2回の依頼を経て断片的な防衛軍の通信データが履歴に残っています。うん、それを取得し一時的なコネクションの構築を試みます。君の画面にある履歴の削除ボタン機能してないと思っていたんだ。まあおかげで助かったから今回は多めに見てあげる。嫌味言わないであげて。早く早く。それじゃ早く早く。軍用通信ネットワークバリアスプランバージョンをアップロードしました。緊迫した状況下につき本来あるべきお褒めの言葉は割愛いただいて問題ありま。何？すごいな、成功したみたいだ。外部からの信号とつながった。すごいすごい。あなたの姿を視認しました。え、誰？どちら様？どちら様？どこにいるの？警戒する必要はありません。私は11号の戦友です。はい。あなたのおかげで通信が回復しました。ご協力に感謝いたします。あ、いいえ。11号とあなたの協力状況についても把握しております。こちらで攻撃体制を整えておきますので、あなたは11号の支援に戻ってください。わかりました。11号のところに戻るなら来た道を戻るのが一番だ。来た道戻んの？反乱軍の追手が待ち伏せているはずだ。僕たちだけじゃとても。そうね。ご心配なく、微力ながら私が加勢いたします。ああ、そうなの？いいの？私たちと一緒に来る？私たちと一緒に来る？今から来れそう？それとも迎えに行く？いいえ、先ほども申し上げた通りこちらからあなたが視認できています。うん、それだけで十分です。十分？スナイパーかなんかなの、この子。彼女の言うことを理解する間もなく遠くで銃声が響いた。同時にこちらに忍び寄らんとしていた反乱軍の一人が、あ、倒れ込む。やっぱこの子スナイパーなんだ。申し遅れました。コードネームトリガー、狙撃手です。ありがてえ。援護いたしますので、うん、安心してお進みください。11号をよろしくお願いいたします。早く助けに行こう。無事に戻れるよう、うん、私が援護いたします。ありがとう。11号が戦っていた痕跡がある。うん。おう。彼女が心配だ。急ごう。あの真ん中のところにいんだ今。ここは通さんぞ。なんだこいつ。わあ。道を塞がれた。二つの制御盤を同時に押さなきゃ。ちょっと手伝って。オッケーオッケー。もう封鎖を突破されただと。ターゲットロックオン。うん。おう。トリガーちゃん。増援を呼ぶんだ。あいつらを足止めしろ。やばいやばいやばい。すごいすごい強いこの子。私が足止めいたします。うん、彼女を支援してください。ありがとう。 F 班が応戦中、 G 班も向かってます。おお、戦ってる戦ってる。おお、早すぎる。我が班は壊滅、増援も一人で壊滅させたの、すごいな。わあ、避けてる。どうやってんだ、そのなんか刀くるくるしてるやつ。
うわあ。あ、じゃあいちごちゃん、さすがに一人だとやっぱ大変なのか。実力は認めよう。もぐらさん、無駄だ。軍人ならわかるだろう。プロの軍隊を前に個人の力など無意味。投降しろ、軍のネズミめ。来たよ、トリガーさんがね、来てっから。大した悪ふざけだわ。けど無駄よ。愚かな。うおー、来た。すごいな、あの隙間で撃てるもんなんだ。どういうことだ、何が起きてる。おい、軍人ならわかるでしょ。プロの軍隊を前に悪ふざけは通じない。くそ、誰が通信を直したんだ。エアリーが直したよ。あ、かわいい。そう、わからない。ただの裏切り者風情には。かっけー。チームに参加してくれた11号ちゃんが。やったー。くそ、撤退だ。あ、撤退してってる。バイバイ、元気でな。絶好のチャンスよ。追撃しましょう。追撃すっか。あそこにいる。いる。裏切り者は目の前よ。ペテン師どもめ、もう追ってきたのか。うん、来たよ。なぜこんなにもしつこいんだ。かませ感がすごいな、もぐらさん。これほどできるやつがバエトン以外にもいるのだとしたら、俺の信念が揺らいでしまうではないか。褒められちゃった。急に褒められちゃった。我が兄弟たちよ、あとは任せたぞ。いいか、真の正義のためにかかれ。は向かってくるわ。そして来たる反攻のために兵力は温存する。主力部隊は今すぐ撤退。捨てられたよ。ここは我々にお任せを。あいつらを食い止めろ。うん、逃げられちまったな。いいのかな、追いかけて。敗残の兵に逃げ道なんてないわ。うん、武装を捨てれば命は助けるわ。捕虜の扱いについてはあなたたちも熟知しているでしょう。ああ、捕虜にすんの。モグラさんの居場所を吐けば叱るべき優遇を受けられると約束する。どう。向こうはああ言ってますよ。ジュニ、相手はただ者じゃありません。今の火力では勝ち目など。順位などという肩書きはとうに捨てた。我らが大義の下では皆対等に戦友なのだ。軍の悪行を暴くためにはここで歩みを止めてはならん。真の正義は我らにあり。戦友たちよ、進め。え、大丈夫。本当に進むのですか。やめたら。進むしかないだろう。進むんだ。銃があればまだ一筋でも活路を見出せる。もう無理だよ。だが還元につられて銃を捨ててみろ。その瞬間に死へとまっしぐらだぞ。いやいや、助けてくれるんじゃないの。11号ちゃんって嘘つかないと思うけど。と言うと。教えてやろう。先頭に立っている11号という女、あいつにはこんな話がある。いつからかは知らないが、あいつは裏切り者に並大抵ではない憎悪を抱いていて、あいつに捕まった裏切り者が取り調べ室を生きて出てきたことはないと言われているんだ。そんな噂があんの。つまり死刑を食われていたと。そんな話今まで一度も聞いたことがないですよ。厚耳。あいつの部下はよほどもみ消しがお上手なんだろう。え、本当の話。何はともあれ、あいつの手に落ちることだけはなら。その両手はすでに裏切り者の血によって赤黒く染まっているのだからな。あー、でも確かに裏切り者の血が好きだとは言ってたけど、本当にそんなことするかな。説得は失敗しちゃったみたいだけど、どうする。悪くないお誘いだと思ったけど、
効果はいまいちか。ね。いいわ。どうやら力ずくで従わせるしかないみたいね。そっか。さてと。あっさり倒したけど。うん、最初からそうしなよ。軍を裏切るつもりなんてなかったんです。うん。全部注意にやれと言われて。命令に従ってたの？唾を吐くな。11号。お前の名前は聞いたことがあるぞ。うん。我々のような裏切り者に決して容赦はしないともな。あいつの言う通りだ。私以外の兵は何も知らない。モグラさんと連絡を取っていたのは終始私一人だ。お、自分が責任を取るって言ってんの？私のことは好きにすればいい。しかしあいつらには公正な裁判を受けさせてやってはくれないか。あらあら、何か勘違いしているようね。私は兵士であって刑務官ではないわ。あなたを含めこの場にいる者は全員が軍法会議にかけられる。うん。お前自ら手を下すんじゃないのか。あなたがどんな話を聞いたのかは知らないけど、やっぱ違うんじゃん。自分からモグラさんと連絡を取っていることを認めたわね。奴の居場所を吐けば全員量刑については侵蝕の余地があるでしょう。捕虜たちはなかなか頑固だった。そうだね。だけど最終的にはモグラの逃げた方向を吐いたわ。じゃあ追いかけよっか。あの人が言ってたこと気になる。あの人が言ってたこと気にした方がいい？私が裏切り者に対し私的に制裁を加えていたという話？うん、そんなことしないんじゃない。でも軍人はただ上の命令に服従するもの。その中には外部に公開できないような命令もあるわ。実際公に掲示されるのは食堂の夏季限定メニューくらいのものよ。そうなんだ。私はただ兵士としての責務を全うするのみ。うん。この忠誠に汚れなく純粋であることは求められていないから。なんか命令に従ってきたってことか。これ以上この話題を掘り下げる必要はある？ないね。今優先すべきはモグラを追撃することよ。じゃあ行こっか。先導してプロ騎士。わかりました。